え、味だ。このカレー。はい。はい。どうぞ、お願いします。自己紹介からお願いします。はい。ご自身考えいただきありがとうございました。はい、ありがとうございます。アムガイタンカポサドと申します。何歳ですか？私はネパル。今は38歳です。はい、どうぞ、続けてください。出身はネパルです。はい。私はネパールのビジネス管理の大学を卒業して、2014年に日本に行った。日本で日本語学校を勉強し、国際コミュニケーションの学校も勉強しました。それでいろいろところに働いて、経験が集めました。それあとは国へ帰りました。どうぞよろしくお願いします。山野芸術短期大学を卒業した後、はい、おかしいな、それはまだ途中で辞めて、うん、いや、そうだよね、卒業してないよね。そうですね、もう就職しちゃったってことだよね、途中でね。ネパールの大学卒業してるんだね。はい。で、日本で就職したときはどんな仕事を就職したのかな？もう一度お願いします。はい、日本で山の大学辞めて就職したとき、はい、どんな仕事、どこの会社に就職しましたか？就職はまだ知ってないです。うん、その後、辞めた後、どんな会社に入りましたか？それあとは、なんかアルバイトのすき家でもや、すき家、おすき家の店で、あと工場でもやったことあります。たぶんね、専門学校パラパラでビーチマッチョのぼね、テスパサリティアンワーキングのバコー、キー、コティボサボスのダファンテスパチ。どういうバスのですかね。おきまプレゴンマス、何ミノ？何ミノ？ビザタメバラオキムダムデジャンバケ。なんでここから難民になったらしい。はい、それ聞いてます。特にビザのある難民ジャンバケ、キムダムデジャンバケ。リアクチャリワンとフェッキマンで。パパイチェニー、ヤセモンガコポダポデイ。あじらに。ビザモダムデ難民ジャンバケ、キビザチェキャンシルバラチェジャンバケ。キャンシルバラ。もうビザ更新できなかったので。その後2年ぐらい。ビザが落ちたので、国へ帰らなくないから、難民に。で、ここの短大のビザ更新ができず、はい、でも帰りたくないから、はい、難民ビザでうずうずしてたってことだよね。そうですね。そういう人って、こうやってさ、はい、一回認定申請したときさ、何か問題起きないのか。はい、ここに今、分散。漫才で売れてると思う、3年、うんうん、はい、でも応募枠とか応募してとか なければ大丈夫です。うん、僕からするとはい、あんまり良くないな、そういう難民みたいなことは良くないと思うな。僕はあんまり好きじゃないな、そういうのは。そんなことありますか？そうですか。今はネパールでどんな仕事してますか？今、コンサルティング会社で、うん、そっちが仕事をしてます。うん、コンサルティング、うん、すごいいい仕事してるじゃないですか。そうですね。仕事がいいんだけど、うん、もう一回どうですか、コンサルティングの仕事を続けたらいいんじゃないですか。それもいいんだけど、日本の生活もちょっと楽しいんだから、もう一回日本の生活を考えてもいいんだけど。あのね、よく考えてね、はい、今38歳じゃないですか。はい。ね、で、今ちゃんと仕事してるじゃないですか、コンサルティングの仕事してるでしょ。はい、
日本に来たら、はいね、38歳でも、はい、子供と同じような仕事しかできないよ。はい、この学生の時に、はい、アルバイトしてたでしょ、すき家とかお弁当の仕事とかね。そうです。38歳になってもこういう仕事しかできないよ、今日本に来たら。そうですね。ホテルでフロントをやろうとか思うのかもしれないけれども、うん、絶対に工場もできないよ。ん？工場の仕方もできないですか？うん、そうじゃなくてね、レベルの低い仕事しかできない。そうですか。うん、それはもう君がね、38歳でネパールで大学を卒業してね、はい、今コンサルティングの仕事をしていてもね、今日本に来たら、はい、学生時代にやってたアルバイトみたいな仕事しかできない。はい、ホテルに行ってもベッドメイクとかね、掃除とかレストランサービスとかそのレベルの仕事しかできない。できないです。うん、で、うん、それは君にとってはね、なかなか大変だと思うよ。ああ、そんなことあるんだけど、ちょっとネパールもこっちはなんかビジネス知っても、こっちは仕事知ってもまだまだわからない、うん、このこっちはいろいろななんか、なんかなんだっけ、政治の問題で、うん、まあわかるよ、それはわかる。なかなかうん、あとはね、止めちゃう、なかなか、うん、やめるかもしれないから、なんか、うんうん、そうだね。そうです。だから日本がちょっと、うん、ね、日本に来たい気持ちは分かります。あと問題なのが、ね、はい、君は38歳、ね、君に仕事をね、はい、教える人は20歳とか22歳とか、そのぐらい。そうですね、わかります、それは。うん、それは多分、あなたは我慢できても、ね、はい、あなたに仕事を教える方がすごくやりづらいと思う。それが、あまり大丈夫ですね。あなたが大丈夫でも、多分、教える人が大丈夫じゃないと思う。うん、あ、そんなこともありますね。うん、そう、これが一番難しいところ。ね、自分はね、もう、ね、分かってて、ね、はい、いいんだけど、その、難しいんですよ、これが本当に。だから、年が上がってくると、やっぱり、その仕事をチェンジするっていうのはすごく難しい。はい、本当に難しい。大変なことです。うん。それたらどうすればいいですか？ねえ。ちょっと考えないとね、本当に大変。まあ、君がね、どうしても日本に来たいという気持ちがあっても、僕たちがどこか紹介してあげられる会社を見つけるのがすごく大変。そうですね。うん、条件も悪くなっちゃうし、ね、普通だったらさ、年が高ければね、給料高くもらいたいんだけども、ね、逆になっちゃうんだよね。そうですね。うん、それでも日本に来たい。いや、できればお願いします。できなかったらいいんだけど、できればお願いします。そうですね、ちょっと、はい、考えさせてください、ね、はい、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。はい、
फोन गर्छु ल हजुरलाई सर हुन्छ लाइन